Will soon arrive.
ばいんです。
左側です。開くドアにお気をつけください。お忘れ物落とし物なさいませんよう十分お気をつけください。
から日本画の巨匠、平山郁夫先生のふるさととして知られております。平山郁夫、この生口島に昭和5年にお生まれになりまして、15歳の時に広島市内修道中学校在学中にですね、原爆の被害を受けられております。その後たくさんの、ね、原爆に関する作品をはじめ、シルクロードですとか天仏教伝来とか、ね、いろんな作品残されておりますが、実は平山郁夫さんが生まれた生家が残っております。左手ご覧ください。いくつか、はい、たくさん民家見えておりますけれども、一軒だけ3階建てで1階がガレージになってて、黒っぽい建物で、下今シャッターが降りてるガレージになってる建物、この建物だけ3階建てで、ございますので、ご覧いただけますかね。はい、こちらが平山郁夫先生の黒っぽい建物です。1階がガレージでシャッターが閉まっているところですね。はい、こちらが平山郁夫さんの生家でございます。はい、皆さん桜綺麗ですね。左の斜めで、ね、ちょうど
であるのでございます。煙ではなく水蒸気ですね、はい、液体のポイントでございます。充電してますよというサインで出発が通ってきたよというのがサインでございますね。潜水艦のお隣は43って書いてありますけれども、これ潜水艦の駐在艦のイカヤですね。イカヤも朝今日出たんですけども、もうなんか帰ってきております。